おう、おめえさんを怒らせた男はみんなこうなんのかい。そんなことないわよ。あなただってまだ生きてるじゃない。うう、怖怖。そんな怖えおめえさんに会いたいって人がいてな。そうそう、ナトラテクノロジー社のジャクリーヌ・ナトラ様だな。知ってんだろ、美しきものを創造するナトラテクノロジーなってな。ダーセン、すんません。レイラさん、どうこの札束お気に召して。悪いんだけど、そういう趣味でやってるわけじゃないの。ではとても広いお庭で遊ぶのはどうかしら。ペルーとか壮大な山脈を登り、そびえ立つ氷壁を越え、険しい岩肌、吹き荒れる風、そしてこの小さなお守り、神秘的な力を秘めた古代のものよ。インカの遺跡に眠っているわ。私はこれを手に入れたいの。出発の用意はさせてもらったわ。明日にでもどうかしら。Thank you.
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 Ugh!
you
Thank you.
本当に私を怒らせてしまったようなの。傷は痛くない？てめえの下手な銃のおかげで助かったぜ。そうみたいな。おめえさん、あのクソ忌々しいシオンのかけらがそんなに欲しいのかい？ならそれをあんたのケツの穴にぶち込んでやる。ちょっと待って、あなたあのお守りの話をしてるの。当たり前だ。おめえのケツの、ちょっと待って、ごめんなさい。
このシオンとお守りのかけらは他にどこにあるの？ミス・ナトラがピエール・デュポンってやつを使って探させてる。それはどこなの？はあ、おめえさんじゃ奴に追いつくことはできねえよ。どこって聞いてるの？いや、あのフランス野郎がどこへ行ったかわかんねえんだがよ、ミス・ナトラに聞くしかねえんじゃねえのか。ありがとう、ほんのお礼を。